はい、今日はですね、N1 の車検の結果についてやっていこうと思います。で、先日 N1 はディーラーの方で1回目の車検を受けてきたんですけれども、まあ、どれぐらいかかったのか早速見ていこうと思います。まず検査項目ですね、こんな感じで基本的な点検で異常がないかのチェックをして、でエンジンオイルの方は点検パックに入ってますので無料ですね。で、今回ちょっとブレーキパッドがだいぶ減ってて、3月ぐらいですね、以前定期点検してるんですけど、まあ、その時に交換した方がいいってことだったんですが、まあ、6月、まあ、車検の時までギリギリ大丈夫だということで、車検の時に一緒にやってもらうことにしてました。で、パッドの交換だけだとやっぱ工賃が別に取られるので、まあ、車検の時に大外しますから、まあ、その時に一緒にやってもらえば、余計な工賃がかからずに済むので、今回ついでに交換してもらってます。で、あとはスチーム洗浄、まあ、下回りの洗浄と錆止め塗装ですね。で、ブレーキオイルも交換しているので、その辺のお金はかかってます。で、タイヤローテーションは僕がお願いしてたんでやってもらいました。まあ多分言わなくても気づいてやってくれたとは思うんですけど、まあ、FF なんでフロントの方がやっぱり結構減ってますね。入れ替えしてもらったんですけれども、まあ、このタイヤ去年交換したばっかりなんですけどね、やっぱり毎日のように走らせてますので、減りは早いですね。まあ、一応ダンロップのルマン5長持ちするタイヤではあるんですが、まあ、この調子でいくと交換までの時期は早くなりそうな気はします。まあ、こんな感じで整備代自体は、合計4万3000円くらいで、そこに重量税、自賠責などで、まあ、約3万3000円ですね。で、合計7万5700円というところですね。で、今回はそこに合わせて点検パックっていうものを追加してるんですけれども、これは、まあ、次の車検まで定期点検と安心快適点検というのも合計4回の点検ですね。あとはエンジンオイルの交換が入ったパックになってます。で、今回は SS コースというものに加入してますので、これが5万6600円かかります。それも合わせて、まあ、全部含めて、今回は13万2300円かかったということですね。で、この SS コースは、オイル交換と点検のコースなので、まあ、エレメントとか、まあ、その他のメンテナンスは入ってないんですけど、まあ、そういうのが全部入ったコースもあったんですけれども、まあ、そうなるといろいろついてくると、まあ、どうしても値段も上がってきますので、まあ、あと僕はまあオイル交換もエレメントとかもね、まあ、走行距離が多いんで自分でオートバックスに交換しに行ったりすることが多いので、まあ、全てディーラーでやらなくてもいいかなということで、まあ、今回最低限のコースを選んでみたんですけど、まあ、そういうのもあって、1万円から2万円くらい、まあ、当初の見積もりよりは安くなってますね。ということで、今回の N1 の車検代は、13万2000円ということで、まあ、参考になればと思います。まあ、もっと、ね、安く済む方もいるでしょうから、まあ、あくまで一つの例というふうに考えてもらえればいいのかなと思います。車検の話はこの辺で終わりにしたいと思うんですけれども、ちょっと今から、ガソリン入れて少しだけドライブしようかなと思います。まあ、以前からちょっとガソリン入れてからドライブするところを撮ってほしいっていうリクエストもいただいてたので、まあ、ちょっとそれを撮ってみようかなと思います。で、ここは、仙台新港ですね。いつもよく来るとこなんですけど、今ね、ちょっとガソリン入れに向かいます。で、まあ、この前車検はですね、まあ、その日のうちに完了したんで、まあ、朝持ってって、夕方には終わるっていう感じでしたね。で、一応台車は
N ワゴンだったんですけど、まあ、カスタムじゃない方ですね、普通の N ワゴン で多分 NA ですね、ターボみたいにあんま加速しなかったんで多分 NA だと思うんですけど、まあ、改めてね思ったのはやっぱ N ワゴン結構室内やっぱ広いですね。特に後部座席がすごく広くて、まあ、N1 より全然広くて、やっぱり違いますね、 N1 とはね。この先一般道一時停止待ち伏せエリアに注意してください。そういうところは、まあ、N ワゴンの方が優れてるなとは思いましたけど、ただあと、まあ、運転席周りもなんかちょっと少し余裕があって結構広い感じがしたんですけど、室内の作りちょっと違いますよね、やっぱり車内の作り。停止見てるのかな。まあ、この辺一時停止しない車多いですからね、割と軽く止まって行っちゃうみたいな、あるいは全く止まらないでそのままのスピードで抜けてたの見たことあるんですけど、まあ N ワゴンは今度出ますよね、新しいのがね、新型が多分7月ぐらいだと思いますけど、もう間もなく多分出るはずです。でデザインの方ももう公開されてますよね、普通のやつとカスタムとそれぞれ。僕もね見た時結構かっこいいかなと思いましたけどね。ただ N1 の方がなんか噂ではもうフルモデルチェンジはないんじゃないかっていうことで、まあなくなるんですかね。まあ N1 に変わる新たな N シリーズが出るのかというのはまあちょっとわからないんですけど、 N1 なくなるのは寂しいですよね。まあ N ボックスとか N ワゴンみたいに売れる車ではないんですけど、結構ね、あのやっぱり可愛らしい顔してるっていうのがあって、意外とファンは多いですからね、 N1 は。できればなくさないでもらいたかったんですけどね。まあ、N ワゴンは、まあ、可愛らしさはあんまりないですけど、 K にしては結構かっこいい車なんじゃないかなと思いますね。まあここは多賀城のイオンなんですけど、すぐそこのねスタンドあるんでそこで入れてきます。やっぱりブレーキパッドが交換してからだいぶ良くなりましたね。今までちょっとやっぱりギリギリで走ってたんで、聞くことは聞くんですけど、なんかやっぱりこう踏んだ感じ変な感じというか、そういうのもあったんで、
25リッターくらい入りましたね。N1 の給油タンクって確か30、35くらい入るのかな。ちょっと回って今日は終わりたいと思います。ガソリンの値段若干下がりましたかね。この前より安くなってましたね。水族館の回り回って今日は終わろうかなと思うんですけど、まあ、さっきね入れたスタンドで去年だったかな、あのガソリンのねやつがあの多分溜まってくると自動的に止まるやつあるじゃないですか。あれがね、なんか止まらなくて溢れてきちゃって車にこうダラダラ垂れてきちゃったってことが去年あったんでね、あれは最悪ですよね。その後すぐ一応あの洗車機で洗車したんですけど、タイヤの方までダラダラ垂れてたから何だったんだろうな、あれは。手を離さなかったのが、離さなかったっていうか、まあ勝手に止まるんですけどね普通は。何かが原因で止まらなくてそのままガソリンが溢れてきたみたいな感じで最悪ですよね。まあ、今日はね平日だから多分水族館もそんな人いないと思うんですけど、左側に CLS が来ましたね。やっぱ初代の CLS 結構かっこいいな。僕は好きなんですけどね初代の CLS は。今ね新しくなってまあかっこいいんですけど、やっぱり初代と2代目の218のね CLS いいですよね。流れるようなあのボディの感じ好き。この先有料インターチェンジがあります。まあここ左で水族館なんですけど、実は一応来てますけどね、そんなにいないか。あでも来てますね今日は割と平日の割には。お来てるすごい。なんだろう今日は珍しいですねこんな人来てんの。まあ、ちなみにね N1 も6万キロつい先日超えましたね。3年目で6万キロ走ってますね。ディーラーの人にも言われたんですけど、走
ってますねって言われたんですけど、タイヤも減るわけですよね。まあレガシー A クラスよりはるかに多く走ってますからね。やっぱり小回り効くし、街中行くときはやっぱり N1 が一番いいですからね。今日は観覧車回ってますかね。住宅展示場がなくなっちゃったんですよ。右側にね、いっぱいあったんですけど、エコノハっていう、まあ、建て直すってことはないと思うんで、多分なんかできるんですかね。まあ、じゃあちょっと観覧車の方向けて今日は終わりたいと思います。はい、ということで、今日は N1 の車検のことについてちょっと動画アップしてみたんですけど、まあ、あくまで本当に一つの例として考えてもらえればいいかなと思います。もう全然今回のね13万2000円よりずっと安く済む方もいるでしょうし、まあ、あるいはそうですね、交換部品が、まあ、いっぱい重なって、まあ、13万よりずっと高くなってしまうっていう方も中にはいるかもわかんないんで、本当にあくまで一つの例として考えてもらえればと思います。それではまた次回も動画アップしていきたいと思います。今日はこの辺で失礼します。